さあこのねお二人と来ましたけれども、まさに向こうからランナーがこう走ってきて、はい、でそのままこの交差点を曲がって、そうですね、深川に行ったわけですよね。そうですね。すごい歓声でしたもんね。いやもう本当にね、わーっと来て感動しましたね。やっぱり何て言うんですかね、こう住みたくて迎える方ももう新たななんか感動みたいな感じで迎え入れてくれてるなみたいなね、うん、そんな印象を持ちましたね。ということでランナーがこういうふうに、まあ、反対側の車線ですけれども東京マラソンの時は走っていきましたよね。はい、そうですね。でこちら側がこう袋になるわけですけど、深川から戻ってきた袋。はいはい、その時も本当にここずっと森下越えて深川まで、そうですね、本当にたくさんの方が沿道にいてくれたんですよね。はい、スミランは結構こうみんな前の方走ったんですか。もう総力みなバラバラなんで、結構もういろいろな場所に点在しながら、周りで応援してるので、結構一箇所応援して移動ではなくて、ずっとその場に、座って、長く応援する形で、他のランナーも、合わせて、応援してました。なんかランニングクラブによってはみんなまとまって、集団走されてるとかありますけど、スミランはそうじゃなくて、もうそれぞれそうですね、自分のペースで。ペースで。そうなんですね。その代わり、T シャツみな、青とピンク、あとそれ以外にもレース用とかいろいろあるんですけども、やっぱ決まったユニフォーム着てるんで、まあ、それ見たら見慣れ、あれは目立ちますね。目立ちますよね、うんうん、あれだけたくさんのランナー、まあ、3万人超えるランナーいますけれども、はい、あ、スミランのメンバーだっての僕も見てて、あ、わかりました。僕はエトハクの前で大体立ってみてたんですけど、ね、はいはい、ね、うん、すごいいいなって感じしますね。はい、そうですね、やっぱり T シャツがあると、うん、やっぱり、走ってる人も応援する人も、うん、一体感あってみんなで盛り上がって応援って感じでしたね。はい、そうですね。あれ加藤さんはずっとこの辺りこういたんですかね。こう今ちょうど東京都慰霊堂の前ですけれども、ええ、はい、私はずっと押上で生まれ育ってまして、ええ、まあ、この辺りっていうのは区役所がありましたのでね、はい、まあ、そこに来るときに親に連れて行ってもらったり、子供の時代はそうですよね。あとここの慰霊堂もやはり親、あとおばあちゃんに連れてきてもらった覚えがありますかね。それは本当にまだ小学生にあったかならないぐらい、まあ、それから何度も来てますけども、その子供の頃から最初の記憶っていうのはすごく印象に残ってますね。そういうなんか歴史のある人もいれば、はい、スミランはだからね、最近墨田区に引っ越しされてきた方もいるし、はい、すごい多いですね。本当に、うん、いろんな新しい人だから分かる隅田の良さもあるし、ね、加藤さんのように、まあ、レジェンドと呼ばれてますけど、はい、加藤さんだから分かる隅田の良さをこう走りながらみんなで感じていくってことですね。はい、そうですね。いいですね。なんか隅田のメンバーもっと増えるように、と言っても僕もまだね、皆さんと一緒に走ったことがないので、夜ばっかりですから、はい、朝も一緒になって走れるように頑張りますので、はいはい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。